金引草は、白檀化の半規生多年草である。和名は、金引草あるいは、鉄引草などと考えられるが、意味は不明である。果実をつけた、金引草無毛の半規生植物。全体が白六色を帯びる。根は、他の植物に寄生し、短く分岐して白い。茎は細く、根本から数本が直立し、高さ十五から三十五センチメートル。上部で、 多少分岐する。葉は、無柄で、線形、A 等、五星し、長さ2.5から5センチメートル。花期は4月から6月。溶液から1本ずつ、葉の下部と合成する短い花柄を出す。花の基部には2辺の小方辺と一辺の包容がある。花は、両性で、花びらはなく、額は、筒状で、長さ約3ミリメートルあり、先が4から5列する。外面は、 単緑色で内面は白い。湯水は4から5本でガの基部に合着する。脂肪はガと合成。果実は球形で長さ2ミリメートル程度。上部にガ片が残り、表面には網目状の隆起がある。果実内に1個の種子がある。本種の種子は網目ありと飛び色しはありによって散布されるあり散布型であることが発見された。 本種にとって種子が散布後素早くアリの巣に運搬されることは、餌の種子を集めて子育てするアシャカイセイツチカメムシ、類の白ヘリツチカメムシから逃れられる上に、アリの巣はしばしば本種が好む宿主である。稲荷植物の近くに作られることもアリ散布の利点である。日本では北海道南部から南西諸島まで広く分布する。中国でも全土に広く分布し、 湿潤な川辺、田畑、草地、砂漠地帯の周辺部まで生息する。朝鮮、シベリアにも分布する。本種の模式標本は内モンゴルで採取されたものである。川辺やカジゴの繊維初期に多く発生する。日当たりの良い芝生などに渦漏れるように生えるため、目立ちにくく、他の植物に紛れて見逃しやすい。移植は不可能とされる。京都府では、 生息地である草地が開発や繊維により安価や不栄養化することにより減少傾向にあり2005年に純絶滅危惧種に指定された。本種は球根と呼ばれる特殊な構造で宿種の根から水分や養分を吸収する。本種の宿種としては虫取りなでしこ、小松なぎ、ぬるで、芝などが観察される。京都の木津川河原における金引き草の群落を 調査した研究では、調査区で見つかった全植物種の57.9%に、相当する11か22種への寄生が確認され、特に、メドハギ及び、シュナダレスズメガヤと共に見出される割合が高かった。また、同研究において、カナビキソウが生育する周辺の植物のネバイオマス量から推測される、寄生率と、実際に、宿主の念に吸着した、 球根の数を比較することにより、金引き草の宿主に対する先行性を調べたところ、稲科植物に対する先行性が認められた。また、豆科植物に対しては、他の宿主に対するものより大きい球根を作る傾向があった。本種を煎じたものを、おできや腫れ物の民間薬として利用する。有効な成分は精査されていない。古くは、 臨病薬とされたこともあったが、効果がないことが分かり捨てれた。漢方薬における、夏枯れ草は、うつぼ草ということで、ほぼ見解が一致している。しかし、朝鮮には、薬効は同じだが明らかに、うつぼ草とは異なる。夏枯れ草、ドナツ枯れ草が流通しており、これは、金引き草のことであるとされる。朝鮮では、ドナツ枯れ草を利尿剤として用いる。 かなびき草の果実、ありがとうございます。